にしようかな。赤、あれさっきここに準備したのにさ。今日はね、もう髪を結びました。髪を結びました。もう全身筋肉痛で、もうやばいやばい、本当にもうやばいよ、本当に歩けないぐらい。なんでかな、なんかさ、マジでさ、22歳とは思えない発言をするよ。本当におばちゃんみになった気がするんだけどなんかおばさんになった気がする。触覚ちょっと切ろうかなと思ってて、もうちょっと短くしようかなと思ってます。触覚嫌い？ちょっと切りたい。もうちょっと長くなってきたよね普通。え、なんかさ、昨日おとといサッカーしてるんですよ。そう、マジで運動不足すぎって言ってもよ、って言っても毎日筋トレしててもこんな筋肉痛になるってことは。え、でもね、そうなんだよね、なんかね、やっぱね、サッカーやるとね、普段使わない筋肉を使うんですよね。まずね、どこが筋肉なっとるか、筋肉痛なっとるか、ここなんですよ。こんなとこ筋肉痛どうしたらなるんっていう感じですけど、こことあとここと右だけだな。右だけ筋肉痛。こっちは大丈夫。こっち筋肉、ここと、あのね、なんかね、普段使わない筋肉を使ってるんですよね。ここはね、ここら辺、ここ周りは筋トレやってるから平気なんだけど、こことここが痛いの。なんかね、肩っていうかね、なんて言っちゃろ、なんかここら辺が痛いっちゃう。ここなんやろね、マジでなんかびっくりするようなとこが筋肉痛。え、ここ筋肉痛って何ここどうやったら筋肉痛になると教えてほしい。ここに筋肉痛そうやろ、サイヤ人って呼んで。確かになんかベジータみたいやな今日の服。マジびっくりするっちゃけど。あ、前田大然さんいる。試合見よっかな。ここやばいよね、ここ筋肉痛。そうね、こんなことやってないんだよ。マジで普通に足を使ってサッカーをしたんですけど、めちゃくちゃ筋肉痛、全身本当に。足はね、まあ足もかな、足も筋肉痛。ただここが意味わからんぐらい超痛い。走ったけんかな、2ゴール2アシストでした。確か本当は3ゴールいけたけど、ポストに当たって外れた。めちゃくちゃいいボレーシュートだったのにな、あれ。よし、赤にした。こんばんは。そうね、お風呂に入らんといけんね。なんかさ、お風呂最近あんま長く入ってない。いつもささっと入っちゃう。なんでさクロアチア戦の、なんで私がそんなできないよ。ネットフリって何かあったっけ？ネットフリックス？今日朝起きてサイレント見た。昨日も寝ちゃったんだよね。寝ちゃったんじゃなくて寝てたの寝てて、755で、あ、言ってない、みんなに言ってないと思ってからシャワー、一応入るけど、お湯にも。けどマジで5分も入れない。来たぞ喜べ喜ぶって何？寝て、なんか一旦寝てから、寝てました、よかった。なんか
寝てから起きてから、あやばいみんなに言うとらんと思って755で報告してから、もう一眠りしようと思ったっちゃけど、あメイク取っとらんと思ってから、メイク場取りに行ってから、それでから寝た。けんサイレントはねリアタイできなかった。そんなドラゴンボール感ある？めっちゃ嬉しいっちゃけど、めっちゃ嬉しい。これあれだよ、ウームゴルフでもらったやつ、記念に着ようと思って着てるんだけれど、みんな気づいてた。で昨日は寝てました。今日はさ起きてサイレント見て、サイレント見て感動してた。超泣きそうだった。そうだよベジータ。なんで今日朝から二人で感動して泣きそうだった。サイレントって本当に感動するよね。え？広告見た？フミティさんのおかげ？え？なんでなんで？今度ちょっと詳しく聞こうかな。なんで？どういう経緯なん？スパイファミリー、あスパイファミリーね、全然追いつけとらんわ。サッカーよりか、サッカーよりは感動せん。サッカーが一番感動した。今年一番はサッカーかな。広告見てない？別になんでもないです。そうだよね、日本でしかないもんね。まあ、いっちゃう。2期までは行ってると。2期とは？2期って何？2期か3期か知らんけど、ああシーズン2ってことですか。シーズン2はね4回ぐらいしか見てない。ドラマなんて所詮は作り冷めとんねえ、冷めとんねえ。作り話とか言わんで。作り話けどさ、フィクションやけど。そう思ったらサッカーとかさすごいよね。もうすべて何のなんか脚本とかもないやん。それであんな感動、他県こそ感動するとかなあ、分からんけど。サイレントはもう本当にね、本当に感動しっぱなし。ニキビのことじゃない？はい？あニキビのことやった。もう最近ちょっとニキビ減ったよ。ほら綺麗？綺麗じゃない？ちょっと髪ボサボサやけど今日は。でもねここら辺のニキビ跡が一生残ってんの。一生。今日そういえばね、久しぶりにお洋服買った。久しぶりにお洋服買ったんだけども超かわいいよ。マジで綺麗すぎる。みずきちゃんこんばんは。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 嬉しい。綺麗で可愛すぎるみずきちゃんです。こんばんは。嬉しか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 。何を買ったんですか？それはね、秘密。喋らなかったらって、喋ってもやろ。ワンピースやない、トップス。言ってしまったやん何を買ったか。めっちゃ可愛くて一目惚れして買ったんです。でもね可愛かった。めっちゃ悩んだけど、お母さんに相談して買っていいよって買ったなって買っちゃった。めっちゃ可愛いけ、早く来て見せたいみんなに。めっちゃ可愛いよ。でもね、あ、ハイにしてるこれ。あのね、めっちゃ可愛いっちゃけど、上下セットで着た時に、はあ可愛い、でもこれ派手かな、こんな派手な服着とったら、こんな派手な服で街歩いたりしたら、何しよっとあの人っていう目で見られるかなと思ったさ。いやこれはもらいもんですこれは特典でもらいました。でもこれめっちゃモコモコです、最高。多分これ結構みんなとお揃いなんじゃない？島村でこれ買ったっていう人いっぱいいた。お揃い、お水着牛と。
え、そうだよ。結構久しぶりにお洋服買いました。でもね、月に1回は買いたいと思ってるんですよ。そう、月に1回は最低でも買いたいと思ってるんですけど、今月、先月私買ったかな、11月はね、そんな大きい買い物をした覚えがないんだけど、10月は買ったんだけど、月に何着、え、月に何着やろうか分からんけど、分からんけどね、11月買ってないけんいいかと思って買った。でも本当は上下セットで買いたくて、でも派手かなって言って、リュウさんに派手って聞いたら、うん、可愛いよって言ったけんか、もうその時には帰りに、帰りだったの、もう電車乗っとってから、あ、やっぱり買いたいと思って買いに行こうとしたんだけど、また明日か明後日か買いに行く。絶対買った方がいいと思って。半年くらい服買ってませんが、あ、でも、まあ、確かにね、服、まあ、半年ぐらい買うんでも全然大丈夫だよね。平均1万ぐらい。でもね、一着高いんだよね、本当にお洋服って。本当に高い。一着1万ぐらいやろ、大体。あ、リュウさんはお兄ちゃんです、双子の相方。ねえ、もうさ、でもね、お母さんはね、いつもね、お洋服はちゃんと買いなさいって言うから、買った。だって、あ、そう、あれもあるしね、クリスマスイベントもあるしね。そうなんだけど、一日はコスプレしたくて、一日は普通のお洋服にしようかなって思ってる。好きなブランドとかある？もうね、好きなブランドはね、もうめちゃめちゃ決まってるな最近は。ナイスクラップ、レディアゼル、スナイデル、ダズリン、ここかな。最近なんかマウジーとかも見るようになった。セクシーじゃない全然。今日のはパタゴニアのフリースって何？パタゴニアはね、買ったことないな。チャイナドレスも買おう。チャイナドレス、あ、でもめっちゃ着てみたいな。買いまではせんけど、スナイデル好き。なんかマウジーは最近ちょっとなんかそっち系に行こうと思って。マウジー系わかる？なんか本当は私は綺麗めのおしゃれのお姉さんみたいな、なんか綺麗めを着たいんだけど、ちょっとマウジーっぽい、ちょっとこうかっこいいお姉さんみたいなのにもちょっと憧れてます。ちゃうちゃうちゃう、スナイデル選手じゃないのよ、スナイデル。そう、スナイデルとか好き。今日はスナイデルで買いました。もう超可愛かったんだけどさ、早く買いに行こうっと。でもね、そうなの、お母さんはいつもね、うちのおかんはすごく砂入れるうちのお母さんすごいお洋服が好きなんですけど、お母さんお洋服が好きやけんこそ買おうかなって言ったらめっちゃ背中押してくれるの。え、誰がおすすめしたやつ？え、何それ、今日買ったやつ？今日買ったやつは普通に店舗で見て可愛いと思って買ったやつ。ギャップとか好きです。ギャップね、1着しかも2着しか持ってないですよね、意外と。あ、おはようございます、おはようございます、もう11時やけど、こんばんは。めっちゃ可愛いと思ってさ、買っちゃったんだけど、お母さんに相談するとすごい背中を押されるんですよね。兄ちゃん、22歳にしか着れない服があるんだよとか言って、今が、今日が一番若いんだよみたいな言われて、そう、若い時にしかおしゃれできないんだからとか言っていつも背中押されるの。そんな私もバンバン買う方じゃないけんかこそ多分背中押してくれるとかもしれんけどさ、まあ、そっかと思って、やっぱ可愛くいなきゃとか言って、女の子はね、可愛くいなきゃいけないんだよとか言われるんだよね。確かにって言って買いました買いました確かにそうだねって言ってって言いながら、すごいなんかすごいちょっとなんか全然なんか女の子らしくはそんなない服、まあメンズだしねこの服、
女の子らしくない服を着て配信してますけれども、ウィゴー、あ、ウィゴーめっちゃ好き。私も最近買ってないけどね、ずっと好きだった。何歳になっても可愛いですよねめっちゃ喜ぶわよ。おかん可愛いって一日一回言われたらマジで寝るまでずっと言ってるの。今日ね、会社のねなんとかさんがね若いって言われたとか言って、それをなんか食事中に5回聞くさ。で普通にお風呂上がってきてね、みーちゃんみーちゃん今日ね会社のなんとかさんに若いって言われたさっずっと言ってんの100回ぐらい。よかったねって、最初の方はね、最後の方は聞いた聞いた聞いたってさ、あーよかったよかったねっ大変なんですよ、うちのお母さん単純だから。あ、そう、めちゃくちゃ大きいんだよこれ。これね開けたらねヒートテックだから開けれないんだけど、多分ねメンズの M かな、メンズの L かな、高いっちゃう。ステンリーか何でもね。ありがとうございます。最近頑張って痩せよるとよ、痩せよるっていうか筋トレしよる。若いね、そんなことないよ。あかんやろ。ガッちゃんこんばんは。アイヌ人さんこんばんは。新規さんこんばんは。私 XXX そんなあるん、そんなでかいのあるん、そんなでかいのあると。え、かっちゃんじゃないけん、ガッちゃん。オーバーサイズ本当いい感じやろ。そう思うとオーバーサイズと思えばいい、ぴったりじゃないけど。え、どうって言った。こんちゃん、キョロさんこんばんは。自分はメンズの 5L、 5L? そんなあると。 XL しか知らん。そうそう、なんかゴルフ場でも寒くないようになんか綿が入っとるしさ、中なんか中肝みたいな、よわからんけど。 XXXXS160cm とかやもん、それ小学生みたいななるよ。おっきめかわいい。そうね、流行りだよねオーバーサイズって。なんかそうだよ、あのロケはマジで暑かった。もうマジで熱中症やったもん私。声もかわいい。本当私声独特だよね多分。なんか言われたことあるもん、マジでお水木って感じの声しとるってなんだそれ SSS ですだって。もう SSS ってなんか聞いたことあるぞ。サッカー少年スクールじゃない SS ちゃうちゃうか。まいさんこんばんは。ポケモンシナモン僕浮気もん、こんばんは。ポケモンシナモン僕浮気もんさんもこんばんは。さっきに買いに行った時 M サイズなんか、えっめっちゃわかる。私もユニフォーム買って M サイズで買ったってよ。でもなんかレディースとかメンズとか書いてなかったけんか、あの双子の お兄ちゃんと言ったんだけど、どっちかなって言って、えこれ普通にあの何メンズのサイズやったら S じゃん、でもレディースやったら M やなと思って、どっちにしようってめっちゃ迷った末に M にしたんですよ。そしたらぴったりだったの。ぴったりどころかちょっとなんか S みたいな感じで、そうユニフォーム、お兄ちゃんと相方と、よかったねって言って、これ S にしとったらだいぶちっちゃかった場合って言って思った。ユニフォームはちょっと大きめがいいかもしれない。2つ上ぐらいが確かにちょうどいい、ちょっとブカって切れるぐらいでいいかもしれない。2つ上ぐらいがね、だよね。あれは何なんだろう、メンズなのユニセックスなんですかね。どっちでもいけるようになってんのかな。そうちょっとちっちゃかった、確かに。 DS? D? え、それ大輔さんや、違う高くも低くもない声。え、ほんと
確かにそうかも、低くも高くもないかもしれん。ウッカードのタイトルごろ、本当サムネ買い忘れたわ言われる俺気づかんやったわ。あ、スーさん、ペンちゃんありがとうございます。ペンちゃんありがとうございます。ペンペンペン、なんこれ、謎、謎子、あ、違う、迷子迷子のペンちゃんに参加しています。あ、迷子のペンちゃんです、ありがとうございます。あ、迷子のペンちゃんって何ペンちゃんかわいい、ペンちゃんかわいいけど、なんか私の左上にはタイみたいな魚が置いてありますね。私タイ唯一あんまそんなに、そんな魚の中で好きじゃない。あ、ペンちゃんになった、ありがとうございます。ペンちゃんマーク、あ、そうそう、元チームメイトです。びっくりだって、17周年おめでとうございます。昨日だよね、え、昨日だっけ、え、違う、あ、昨日か。アメリカから服買おうとするとサイズめっちゃ、ん、届くまでめちゃくちゃで、え、そうなんだ、あ、そうですね、アメリカとかさ、ザラとかそうだもんね。ちょっとだけ大きくない、大きいってことじゃないと。皇帝ペンギンの子供、何それ、皇帝否定とか肯定とかそういうこと。タイ返してください、解散タイ、タイは解散タイ。コーペンちゃん知らないな、なんだそれ。あ、サッターさんが送ってくれた、ありがとうございます、ありがたい。今日は準々決勝だっけ、あ、見ようと思っとるよ。皇帝ペンギン、皇后ペンギンとかそういうこと。なんなん皇帝ペンギンって。竹、あ、そうだよね、竹とみみみ身幅なんて読むそれ、身幅のバランスわかる。アメリカンはでかいからね。皇帝ペンギンは南極に次ぐペンギンちゃんの種類。本日の萌え台詞ありますか。ない予定やったけど、そう言われたらやるしかない。でも何も言うことない、萌え台詞がない。リクエストくれたらいいよ。ペンギン水族館、あ、そう、ペンギン水族館久しぶり行きたいな。みずき、みずき、みつみつみずき絶対みつきと思っとったやろ。みつき、みつき、みつみつみつきって感じに見えるけど、みずきですよ。みずき、みずき、5年も前、え、5年前、え、そうなんですか。劇場に行ったの、いいな。おみずきに会える、おみずきに最後、どうかな。みずきやろ、もちろん知ってるよね。みずきだよ、もちろんね。てんてん忘れてたとかね、ありえないよね。てんてん忘れるなんて、ね、物上みずきやん。どっからどう見ても尾上瑞稀って顔しとるやん。点点つけてください。点点。つ。瑞稀。え、どうなのか全然わかんないからマジで触れんとくわ。じゃあ一旦お水飲みます。マジでお水はたくさん飲まないと可愛くなれないんだよ。そう言い聞かせてるんだけど、私はお水をそんなガブガブ飲めないんだ。こんばんは、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 こんばんは。そろそろピアス新しい、え、変えちゃう今ダメ、え、変えちゃいたい。着てるの可愛い、これピアスプレゼントでいただいたの、もう超
可愛いのをプレゼントでいただいたんですってことで、今から外していい？てかちょうど今日の朝、朝じゃない、嘘ついた、今日のお昼、お友達に全く同じタイミングで開けたお友達がいるんですよ。そう、たまたまお友達と同じタイミングで開けとって、そのお友達に聞いたさ、もうピアスって買いよるって言ったら、もう3週間で買えたよって言って、なんでおみまだ買いとらんとって言われたんです。なんでって言われても怖いじゃんって言って、また来るね、バイバイって、また来てね、待ってるよって感じなんですけど、でも怖いな、怖いな、怖いな、これ取れるんかな。でちょうどお友達にもう取りな早くって言われて、早く取ってって言われた。ファーストピアスつけたいんだけど、つけようかな、血出ちゃわないよ、出ちゃわないよ、だってこれさ、後ろこれ見える、この後ろのこれ見てて、くるくる回るから、ほらほら見て、くるくる回っちゃうの、見て見て、見えないか、くるくる回るんだよね、もうほら、あ、この傷は見ないで、こっちでした方がいいか、ほらもうくるくる回るから、余裕で穴開いてる、怖いな、怖いな。じゃあつけるのは画面外でつけて披露しよっかな、せっかくだし。こんなに、でも耳たぶってさ、全然痛くない、全然痛くなかった、まあ、それそうだよね、海外の赤ちゃんはみんな開けてるんだもんね。しかもさ、海外の子ってさ、全然泣かないで開けるよね。まあまあまあ、痛くないから泣かないかすごいなと思いながらインスタでこう回ってくるっちゃけど、アメリカの赤ちゃんが、赤ちゃんって言ってもなんか3歳ぐらいの子、ポルポルちゃんとかも全然泣かずに開けてた確か。ね、見たい？見たい？ね、見たい？見たい？友達にこれ外してもらったって言ってたんですよ。え、ワンちゃんと私取れない、自分じゃ取れないよって聞いたんだよね。めちゃくちゃ今つける気満々だったんだけど。いて、取れない、これ絶対。取れる人いる？え、待って、じゃあ私さ、友達に会うまで取れないってこと？やだ、取りたいんだけど。めちゃくちゃ硬いんだって。まあそりゃそうだよね、取れない嫌になってるのか。お友達は取れないから、自分じゃできないから人にやってもらったって言ってたけど、確かにこう耳の裏見えないから取れないんだ。シュエミなきゃ、スタッフさんにと、あ、なるほど、そうだね、馬の人に取ってもらおうかな。え、そうなんだよ、無理、なんか血が出そう、確かにビーってしたら、はぁ、早く取りたいんだけど、取り外しに来てほしい、早くつけたい、あのピアスマジで可愛いから、本当に。あ、なんか音が、テレビから音が、超いい、楽しみだな。撮って誰か、じゃ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 ーんってこうやって見せたいな。超楽しみ、超楽しみ。女性のスタッフ、女性しかっていうわけじゃないけど、女性、私の周りは女性しかいない。超楽しみ、超楽しみ、マジで。クロアチア、クロアチアですね。耳を貫通させてたよ。どうやって
取りにこれ取ってくれるマジで取って、ピアスはじゃあマジで超楽しみなんだけど、それでもピアスは抜けません、抜いてくんないと、私の耳ずっとこれなんだけど、早くあの可愛いのつけたい超楽しみ。でもまあまあ見せるときはこうやって見せるけん、どう？ブラジル勝つと思う？マジ？今度さあでも気づくか気づくか気づかんか、こうやってやってみたいな、気づかなそうみんな。お、フィバランキング1位、かっこよ1位って、ツーショットお願いします。え、耳と担当どうやろうね。ニューバランス、いえ、尾上さんも FIFA ランキング1位になりたい、何でもいいけんランキング1位になりたい。うん、見とって明日朝、家でもな、人に会う機会あるかな。明日はまあ予定あるんですけどオンラインなんですよね。明日ちょっと配信早めになると思います。午前中は嘘ですけど夕方ぐらいかな、夕方ぐらいになりそう。オンラインでさ、いろいろな打ち合わせがあるんですよ。ウィズライブじゃなくてウィズライブだお話し会とかとか、あとちょいちょい案件とかミーティングあるんで、詰まってるから、明日は早めにしよっかな。どんくらい終わりがわからん、見えんけん。銀座、銀座一回だけ行ったことある、ネイマール、銀座一回だけ行ったことある、マジすごい、キラキラ、おー都会だ都会だ、これが東京かって感じだよね。え、分からんけど雑談も多いしねそんな打ち合わせんけど、おいづき雑談大好きやけんね、めっちゃ雑談してしまう、平気で1時間半とか雑談してしまう。でも嬉しいんですよ、人と話せるって。東京に住んでて銀座1回ですね、1回ですね1回です。あ、1回かな、銀座の近くだったら行ったことあるよ、1回だ、1回しかない。渋谷も都会、うん、でもなんか渋谷よりも私は銀座とかなんか丸の内とかの方が、丸の内だっけ、なんかなんだっけ丸の内だっけ、あ、日本橋、日本橋も行ったことあるな、あ、有楽町、有楽町も隣らへんじゃない？有楽町も行ったことある。いいか、有楽町行ったな。ソラモンと行った気がする。丸の内は龍さんとイルミネーション見に行った気がするな。丸の内イルミネーション。丸の内イルミネーション？ないっけ？丸の内じゃなかったかな？歌舞伎町はね、1回行ったことあるよ。あ、1回行って2回行ったことあるかもしれん、通った。あ、お茶のお水も行ったことあるな、15分ぐらいか、じゃあほぼですね、ほぼそうだ。
げえ。え、マジで都会だと思う。銀座とか。銀座が一番都会に見える、私は。東京、代官山、代官山はね、代官山ってさ、山なん？頑張って、フランスどこ応援してんねん。フランス、ブラジル見てないん？クロアチア酔っ払いが通りますよ。あ、酔っ払っとっと。あ、ペンちゃんありがとうございます。皇帝ペンギンのペンちゃん、久保くんありがとうございます。秋葉原か。秋葉原あんま行ったことないもんな。秋葉原はね、行ったことないんだ。バスでしか通ったことない。劇場にバスで通ったぐらい。原宿はあります。原宿は好きよ。あ、愛しさんありがとうございます。ブラウン、今年も忘年会ありません。あら、そうなんだ。コロナで。え、久保くんも忘年会な。し、そんなシーズン早くない？ちょびっと。そんなもん。飲み足りないの農家さんの配信にそんな私の配信で満足できる？あ、そうそうそう、秋葉原禁止だったからさ、行ったことなくて。サッカー見てる、見てるよ、見てるけど、見てるけど配信に集中しすぎて見てない。え、上室町。え、なんそれ、知らん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 。あ、そうか、忘年会、そっか、お酒飲めないじゃんね、車で行ったらね。東京都を観光したことないです。マジ？私あるよ、あのアクサクサとかね、ザ観光名所って感じで行った。え、そうなの？めっちゃいいじゃん。別荘だって。あ、別府で、別府で泊まりやったったい。マジか、いいな。私も別府行きたいんだけど。龍が如くかい。え、なんそれ。ブラジルは勝つか、有名なゲームの場所。え、知らん、全然知らん。てかマジで末端冷え性、足冷たすぎ。温泉行きたいね。大分の温泉ってやっぱりね、本物の温泉だよ。マジで本物の硫黄の匂いがプンプンする。なんか最初は硫黄の匂いってあんまり好きじゃないんですよ。好きじゃないんですよ、私はね。硫黄の匂いはきつって思うんだけど、マジで慣れる。マジで、はあ、なんか半分ぐらいしたら、半分とは。あ、龍が如くなの？え、全然知らん。そう、マジで、あの、一時したらマジで慣れてくるさ、匂いも。だけマジでみんな行ったがいいですよ。ほんと本物やなと思う。この硫黄の匂いは本物や。本物の。あ、いた、頭打ったって。本物の匂いだって言ってから。え、龍が如く知らんばい。私喧嘩番長派。あ、じゃあ私も喧嘩番長派にするわ。石川さんと大家さん、めちゃくちゃお会いしたいです。ちょっとあのウィズライブ一緒にしようよ、3人やってみたいな、お話し会。ちょっとお顔普通に見てみたい。スーパーセットもおしゃべりしながらおみちゃんと。え、本当？すごい。なんかあのスーパーセットって何？スーパーセントってなんだかわからんけど、めっちゃいいな。私も温泉行ってご飯食べててしたい。箱根最高やったな。箱根最高やった。お話し会していい？ぜひぜひ。クロアチア頑張れ。水木のお話し会はね、申し込みは18日、とね、15分前かな、枠の15分前やけんか。そう、15分前までやったらどの枠でも大丈夫。でもギリギリやったらさ、入れんやったとかなるの怖いけん。
まあ30分前ぐらいやったら大丈夫やろ多分。かぶったとかなっても大変し。ブラジルから申し込んで誰なん、ネイマール誰なんか分からんけど待ってます。忘年会しよう。クリスマス会兼忘年会。ユネッサン行きたい、ユネッサン行きたい。私もめっちゃ好きだよユネッサン。話し会し参加しないとダメダメでーす、ダメでーす。だって長らくお話ししてないもん、サッタンさんとも。試合中です。携帯持っとる、ネイマール。ボーナス、ボーナス、そんな時期なんですか。ちょっと私会社員じゃないから全くわかんない。今回も私ばかり喋りそうで怖い。え、なんで、私は喋ってほしいんだって。普段配信で私がさこう話してんじゃん、ずっとこっちの方が圧倒的多いからさ、お話し会ではぜひともこう来てほしいじゃん。こうばっかやけん、いつも配信とか SNS でこう来て。話してください。黙って聞いてくれますか。全然もう本当に、でも嬉しいこととか言われたらあっってなるかもしれんけど、とりあえず黙って聞く努力をします。ネタないけどあるやろ、キドッチさんとか特に長崎ネタがあるでしょうに。それはそれで寂しい、寂しいんかい。喋ります、喋ります、喋っていいなら喋るわい。いやー DM も見えるけどさ、やっぱさみんなの声と顔表情を見ながら聞きたいじゃん。私はもうほら見ての通り表情も声も聞こえるやろけどさ。来た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 、クッさんこんばんは。話しか無言でさんが絶対嘘だね、絶対嘘、おみちゃんって言って島だよって言って、それはないか、今年も島はないか。突っ込まれたい、あ、突っ込み得意よ。ポートピアからです、神戸ポートピアからです。待ってます、見つめてる。いつ見んで、恥ずかしいけ。シナモンさんはじめまして、こんにちは、尾上みずきです、よろしくお願いします。マスクしないからな。え、みんな、え、私が、私マスクせんよ。みんなマスクしてもまあいいですよ。島を取る、島のイメージが強すぎてさ、お話し会でマジでさ超あのテレビ電話かっていうぐらいの内容やったもんね。島だよーって、綺麗な海だよーみたいな。声出しは大きいですか。声出してくれんと困るっちゃけど、オンラインお話し会で声出してくれんとめっちゃ困るやろ、無言でさ。アイマスクか、それ気持ちよさそうにされてもな。画面越しでマスクなし OK、 いやマスクなしでしょ普通、普通はどっちでもいいよ全然。クロアチアもいい入りしてるってよ。あーマジで、あーマジでサッカーしたくなる本当に。内容なくてすまんな。いいんです、それが、そういうのも結構記憶に残る。馬のマスクします、馬のマスク隠す、かす、かそか、なんでそんな改まるさスーツ着て。マスク、え、マスクでもいたよ全然、外から配信っていう方もいたし。パン1年はパン履いて、服は着て、服は着てよ。いやマジでブラジルのユニフォーム欲しいっすね。でこの間ね電車でねブラジルのユニフォーム着とった人って、日本人っちゃけど、えめっちゃ目立つやんと思ったら小学生やった。可愛いと思って、ブラジルのユニフォーム可愛くない、黄色って可愛いよね普通に。
とね、一昨日サッカーしてきたばっかりだから、もうめちゃくちゃサッカーしたい。また誰のユニフォームがいい？んー、ネイマール、ネイマールがいい。牛タン入っちゃったけどな。え、どういうこと？牛タンに行く約束があるん？プロレスマスク？メキシコのプロレスマスクって何？え、でもプロレスさんってマスクしてますよね。あ、プロレスラーだ。プロレスラーさんってマスクつけてるイメージあるな。カナリア軍団？ブラジルに来てるサッカー上手くないで恥ずかしい。全然大丈夫。お兄ちゃんサッカー上手いけん。にっうん、大丈夫だよ。お兄ちゃんサッカー上手やけ。嘘だよ、嘘嘘。あ、やべやべ。あー、ダゾーン開いてしまった。で、ちょうどさ、おとといさ、話してたの、なんか、リュウさんからめっちゃ面白いこと言っててさ、双子の相方なんですけど、私双子でね、双子の相方がいるんだけど、で、聞いたんだけど、怖っ。え、テレビ壊れてんじゃん。ね、双子の相方からね、聞いたんだけどね、双子の相方は私がサッカー選手になる、なるって思ってたらしいやばすぎやろっていうのを昨日話してて面白かった、ね、俺ずっと思ってたもんね、みーちゃんなでしこジャパンになるって思って疑わなかったとか言われてそれは嘘やろって言ったけど、小学生中学生ぐらいまで思ってたらしい本当に、リュウさんそれなでしこジャパン舐めすぎばいって言ってから、めちゃくちゃ舐めとるやんって言ったら、いやーみーちゃん絶対生きると思ったといなーっつって、自分でも思わんととか言われて、高校までやっとけば慣れたやろとか言ったけど、舐めすぎ舐めすぎって言ってめっちゃ笑った。それからリュウさんが私を過大評価しすぎてるか、早っ。そう、でもおお、でもそんな思ってくれとったことはね、知らんくて嬉しかった。やっぱ男子の中でやってるとさ、足はね速かったんだよね当時は、ね、いやマジで大好きで私のこと、双子の相方は本当に大好きなんだろうなと思う。リュウさん4代まだ慣れんよ、もう慣れるわけないや。小学生、私も小6まで卒業文集に書いたぐらいなりたかったんだけど、中学生入ってどう頑張っても無理なことに気づいたもんね。無理だよ無理だよ、あんマジで本当にもう細いしさ、すぐ飛ばされるんだもん私なんて。ポンッ、うわでもサッカーは大好き、マジで50歳になってもサッカーしたい。ん、好きな男子のマークきつそうですねえ、そんな、え、マーク疲れるってこと？私がつくってこと？私がつくの？疲れるってこと？マーク疲れないよ。夢が多い。もう夢いっぱいあった。ちっちゃい時から。いろんな夢がたくさんあって、ほんと夢大きい少女だった。美人アスリート。ちやほや。されるわけないやん。中島選手とポジション争いなでしこジャパンなりたかったな、マジで。そう、志は高く、そうですよ、もう夢はたくさんあったんだから、もう本当に大変だった毎日。明日は、何になろうかなみたいな今日は、CA さんで、明日はうん警察官になりたいなみたいな、明後日は弁護士になりたいなみたいな、本当に大変だった。
野辺選手マークしてもう3年、あマーク本当マンマークでお願い、日替わり、そう日替わりで夢が変わるって、コロ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 変わるっちゃもん、夢 DD すぎた。だけんかでもね、一応夢に向かって一歩を踏み出すんです。その一歩っていうのはあのネットとかで調べるっちゃ、警察官になるためには警察官はどういう人が向いてるかみたいなのめっちゃ調べるけんか、意外と知っとる場合、そういう CA さん、まあ、CA はね学校までちゃんと行ってるけんまあまあ詳しいですけど、警察とか薬剤師にも憧れたの。薬剤師もね、わざわざ私大学の薬学部の高1でよ、高1で薬学部の授業を受けたぐらいなりたかったんだからマジで一瞬だけなりたくて、あの講義を受けに行ったのとかあるし、警察官は小学生の時なりたかったので、薬剤師だったね可愛い怖いやん薬剤師って、インテリ薬剤師いる？今日いないのインテリ薬剤さん。そう、あとあと検察官にもなりたかったんですよ。まあ検察官、警察じゃなくて検察で、検察になりたい時は高中学の時に発表会で発表したの、検察になりたいですみたいな、なるためにはみたいな、まあ、それでまあ半年ぐらいなんか研究みたいなのしたから、まあ、それも意外と勉強したんです。私でいっぱいなりたいものあっていっぱいかじったからさ、めちゃくちゃアホってことです。数学者になりたいと思って、なれないよ私、数学者はねもう全然わからんけん、ダメやった。ヒーロー？ヒーローって何？キムタクさんのやつ？キムタクさんヒーロー？ちょっとわからんな。いやドラマはねあんま見てないっちゃけど、なんやろうね、何に憧れたっちゃろうね、わからん。検察官はなんでやろうかじゃあランキングを見ます。第1位ブリントさんありがとうございます。第2位クボくんありがとうございます。第3位サタさんありがとうございます。第4位スさんありがとうございます。第5位エルメンツさんありがとうございます。第6位ポポさんありがとうございます。第7位キドッチさんありがとうございます。第8位 662BPM さんありがとうございます。第9位リさんありがとうございます。第10位デスケさんありがとうございます。第11位タカリンさんありがとうございます。第12位コモちゃんありがとうございます。第13位セタンカさんありがとうございます。歯磨きよってすぐ当たり前のこと。